愛知県旅券センターではパスポートの申請手続きが変更となるのに合わせポスターなどで呼びかけをしています。変更となったのは戸籍の確認が戸籍謄本のみに、その他パスポート発行後6ヶ月以内に受け取らず失効した際に再度申請すると別途手数料が必要となります。中でも大きく変わったのは、今日からパスポートの更新がマイナンバーカードを使うことでオンラインでできるようになります。オンラインのパスポート更新手続きにはマイナンバーカードと有効期限内のパスポート、マイナポータルアプリに対応したスマートフォンなどが必要です。オンライン申請すると窓口に出向くのは受け取る際の1回に省略されます。オンライン申請について旅券センターを訪れた人は、まず一歩かなと思いますし、できればどんどんネットで新規もできればいいなと思います。各書類が減ったりとか間違いがなくなったりとか、あとその窓口の方の手間が減っていくっていうのは非常にいいことだと思います。一方でこんな人も、今日からオンラインでも手続きできるようになったんですか。あ、そうなんですか。それは知りませんでした、はい、じゃあオンラインでできたんですね。愛知県によるとすでにおよそ20人がオンラインでパスポートの更新申請をしているということです。